やってまいりました。ファイナルバトル、果たしてチャンピオンの栄冠は誰の頭上に輝くのでありましょうか。勢いのある攻撃、おっと一発目から猛烈な当たり、試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでファイヤーの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。おおっと、このポケモンではまずかったか。おっと、続々攻撃、相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。両者とも大健闘です。ここで中断ブルトだ。きた、あっとダウン。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここで壁つくつの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ、逆転をついた。あーっと、あっけなく倒れてしまった。おめでとう。